台湾有事、それは日本有事です。すなわち、日米同盟の有事でもあります。この点の認識を北京の人々は、とりわけ習近平主席は、断じて見誤るべきではありません。バイデン大統領の意思は示された。アメリカの曖昧戦略は変わらないけど、バイデン大統領は自分はやるよということであったですね、これはやはりある意味、曖昧戦略のですね、からを修正しながら意思を示して牽制をしたんだろうと、思います。小州令嬢来ました。小州令嬢来ました。お父さん、お母さん、明日出ます。お父さん、お母さん、先立つ不幸を許してください。